逮捕されたののは中川区草平町の自傷作業員、大谷正也容疑者38歳です。警察によりますと大谷容疑者は一昨日、自宅アパートで同居する交際相手の35歳の女性の首を絞めて殺害しようとした殺人未遂の疑いが持たれています女性は命に別状はないということです昨日女性の友人から友達と連絡が取れないと警察に相談があり事件が発覚 大谷容疑者は警察の調べに容疑を否認しているということで警察が動機などを調べています。